ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さてさて、今日は、毒蛇に占拠された島について紹介していくぞ。随分と物騒なテーマね。蛇は苦手な人も多いわよね。そうだな。だけど蛇だって守るべき生き物だし、守り神として称えている場所もあるんだぜ。白蛇とかがなんかイメージつくわね。神聖な生き物って感じがするわ。そうだよな。だけど今回は毒蛇に支配された島を紹介しようと思うぞ。結局怖い方の話じゃない。まあ、怖いか神秘的か感じ方は人それぞれなんだぜ。それじゃ、紹介に移るぞ。はいはい。今回紹介する島はケイマーダグランデ島という島だぜ。この島はブラジル、サンパウロの沖合33キロに位置する島だ。サンパウロ、聞いたことのある町ね。有名じゃない？サンパウロはブラジル南東部に位置する町で人口は1200万人の南半球最大のメガシティだぜ。首都のリオデジャネイロよりも人口は多いんだ。それは知らなかったわ。勝手なイメージだけど首都が人口が一番多いと思っていたわ。そんな大都会のすぐ沖合に毒蛇の島は存在するんだぜ。なんか毒蛇の島っていう危険感が薄いわね。そんなことないんだぜ。この島はチコメンデス生物多様性保護機関という組織の研究者及び、ブラジル海軍以外は侵入を許されない異例の環境にあるんだぜ。軍と研究者しか入れない。どうしてそんなことになってしまったの？それはこれから詳しく話していくが、この島が、毒蛇の島になってしまったからなんだぜ。つまりは昔は毒蛇の島じゃなかったってこと？ああ、そうだ。これからこのケイマーダグランデ島の歴史について話していくぜ。ちょっと怖いけどワクワクしている私もいるわ。よろしくお願いします。ケイマーダグランデ島は面積は東京ディズニーランド程度しかない比較的小さな無人島だ。東京ディズニーランドってことは、30分か1時間歩けば一周できてしまうような大きさね。島特有の荒野といった感じの荒れた斜面が広がり、中央部には森林が広がっているぜ。小さな島だけどかなり環境が違うわね。赤道に近いってのもあって環境は熱帯に近いな。冬でも18度もあるんだぜ。日本でいうところの沖縄って感じね。確かに近いな。この島はもともと人が住んでいて、1909年に灯台が自動化されたことを受けて最後、人は住んでいないぜ。そうなのね。でもその時は毒蛇はいなかったの？いたことにはいたんだ。だけど今ほど数は多くはなかったみたいだな。やっぱり人間がいなくなったことが島の生態系に大きな影響を与えたようなんだぜ。そうなのね。それから島はどうなったの？1950年代までは観光目的の上陸は認められていたんだ。だけどある生物が大増殖したせいで島は立ち入り禁止になってしまったんだよ。それが毒蛇ってわけね。そうだぜ。1985年に完全に軍と調査部隊しか立ち入りを許されない未踏の地になってしまったんだ。そうなのね。情報は少ないが立ち入り禁止にされるくらいだ。観光客の中から死者も出ているだろうな。そうでもなければ立ち入り禁止になんてならないわよね。それでも毒蛇くらいでそこまでは大げさすぎる気もするわ。日本にだって毒蛇はいるじゃない。そうだよな。大げさな気もするが、この島の蛇の密度を聞けば立ち入り禁止も納得なんだぜ。え、どれだけの蛇が住んでいるの？最盛期には43万匹だな。1メートル四方に5匹が住んでいると推測はされているぜ。1メートル四方に5匹？そんなの足の踏み場もないじゃない。そのほとんどが毒蛇なんだぜ。それは群も入れるかどうかわからないレベルね。この島には数種類の毒蛇が生息しているとされるが、その中でも特筆すべきはゴールデンランスヘッドだ。金色の蛇なんて見た目は神々しいわね。卑怯の生物という感じがするわ。どこぞやのゲームの希少趣味があるよな。ゴールデンランスヘッドは日本にも生息するハブや、マムシに近い鎖蛇科の蛇なんだぜ。両方とも猛毒蛇じゃない。そうだな、凶暴な毒蛇だぜ。その毒の強さは日本の蛇よりもさらに強く、噛まれた箇所が壊死して血清を打たなければ、数十分で多臓器不全や、血圧低下、心臓麻痺で死んでしまうんだ。ひえ、それは恐ろしいわね。ゴールデンランスヘッドは現在、世界でもケイマーダグランデ島にしか生息していない固有種なんだ。だから貴重な種として島全体の保護が進められているんだぜ。そうなのね。それでもそこまでたくさんいたらあっという間に餌なんかなくなるんじゃない？うんうん、そう思うよな。だけどヘビは生命力が強くて栄養状態が良ければ1ヶ月の絶食なんて余裕で耐えれるんだぜ。そうなのね。確かにヘビは漢方薬とかに使われたりするイメージがあるわ。それと、ケイマーダグランデ島はヘビだけの島ではないんだぜ。渡り鳥もやってくる繁殖地でもあるんだ。そこまでして繁殖しなくてもいい気がするわ。おそらく渡り鳥がやってくるよりもヘビが大増殖した方が後だからな。むしろ鳥からしたらヘビの方がよそ者なんだぜ。確かに人がいなくなった後に急に増えたっていうなら鳥にとっては迷惑な話よね。で、鳥とヘビの関係はどんな感じなの？
ゴールデンランスヘッドは主に鳥を捕食するんだ。これが素早い動きであっという間に仕留めてしまうんだ。鳥を食べるの？鳥って結構大きいし、飛んで逃げれるわよ。それについても話していくか。まずヘビは自分より大きなものでも飲み込める体をしているんだ。それはどういうことなの？ヘビは全般的に体中の関節を外せるんだ。頭より圧倒的に大きいものでも顎や肋骨を外して飲み込んでしまうんだ。そうなのね。でもそれじゃお腹が破れたりしないの？ヘビの皮膚は伸縮性が高いんだ。だから食べたものに合わせて伸び縮みするんだ。お腹が膨らんでも問題ないのね。だから自分よりも大きな渡り鳥でも食べることはできるんだぜ。でも鳥は飛んで逃げることができるわよ。空に逃げたら捕まえようがないじゃない。ヘビはきっと器官という特殊な器官を持っているんだ。これは温度センサーでほぼ見えない状態でも獲物を捕らえることができるんだ。鳥が気づけない状態のところを襲うってこと？ああ、夜は鳥はほぼ見えない状態だからそこを狙ったり、身を隠して鳥が近づいてくるのを待ったりするんだ。ほぼ不意打ちで仕留めるらしいぞ。不意打ちなんて狡猾さがよくわかるわ。そうでもしないと獲物を捕らえられないんだ。だから一撃で確実に獲物を仕留めるために毒が強化されたという話もあるぜ。それは確かに必要な進化ではあるわね。せっかく捕まえた獲物を逃すわけにはいかないものね。それでいて一度獲物にありつければ数ヶ月は耐えれるんだからな。蛇の消化は遅いから満腹状態から餓死するまでは数ヶ月耐えれるんだ。餌を食べた直後からだったらさっきの1ヶ月をはるかに超える生命力があるのね。そこまで生命力があって少しの獲物で成長できてしまうからここまで増えてしまったというのもあるな。だけど現在、ゴールデンランスヘッドはブラジルの絶滅危惧種に指定されてしまったんだ。そこまで生命力があるのに、どうして絶滅危惧種になってしまったのかしら。これからそこについて話していこう。現在、ゴールデンランスヘッドは2000から4000匹にまで減少してしまったとされているぜ。元が数万匹だっただけに下手したら10分の1以上にまで数を減らしてしまったかもしれないな。確か、この島は1985年に立ち入り禁止にされていたわね。その時はどれほどいたのかしら。おそらくはその時がピークなんだぜ。その時期にゴールデンランスヘッドは、大量発生していたと考えられるな。大量発生ってよく聞くけど、その一時だけ増えるイメージがあるわ。あれだけニュースで騒がれた越前クラゲも最近は聞かないし。霊夢、よくわかってるじゃないか。大量発生した生物は基本的には減少に転じることが多いんだぜ。やっぱり増えすぎじゃ、とっくに生態系は崩壊してるものね。大量発生による生物の減少はたくさんの要因があるけど大きく3つに分けると、食べ物の取り合い、病気の蔓延、均衡弱税が挙げられるんだぜ。最初の2つはイメージつくけど、3つ目は何なの？生物は近い血縁同士で交配を繰り返すことで生存に不適応な遺伝子になっていくという現象が起こるんだ。これが均衡弱税だ。ほうほう。でも、生き残った奴らが結局のところいい遺伝子を持ってそうだけど、どうなの？いや、生物が種として繁栄していくためには多様な遺伝子を保つ必要があるんだ。だから生存に負けた奴らが敗北者とは限らないんだぜ。取り消せよ。はぁ、今の言葉。まさにその通りで自然に淘汰された個体でも何かしら生存に有利な遺伝子を持っている可能性はあるんだ。例えば、数少ない疫病に対抗しうる遺伝子を持っていたり、体が小さいことが身を隠すのに適していたりといった具合だな。だけど、そいつらがいなくなって強い奴が残った結果、似たような遺伝子しか残らなくてよくないということね。その通りだ。似たような遺伝子しか残らないと未曾有の出来事に対応ができないんだ。それに奇形も出現しやすくなるデメリットもあるぞ。奇形まで出やすくなるのね。それは恐ろしいわね。大量発生した生物はそうやって元の数にまで戻っていくんだぜ。決して大量発生した種が一気当選するようなことはないんだ。ゴールデンランスヘッドの話に戻るが、大量に発生しすぎた彼らはいくら生命力が強くても餌の取り合いは避けられなかったんだぜ。ほうほう、それは1メートル四方に何匹もいたら餌がいくらあっても足りないわね。どこぞの地下労働施設の通貨の取り合いをイメージしてしまったわ。その餌の取り合いで餓死したり、体力がないために共食いされる個体も出てくるんだ。加えてそこまで密度が高すぎると病気が蔓延するのもあっという間なんだぜ。インフルエンザの学級閉鎖みたいなもんね。病気の蔓延で完全に絶滅することは少ないんだが、確実に数は減るぜ。そして極めつけに均衡弱税ね。ああ、しかもこの現象は隔離された場所でこそ起こりやすいんだ。ケイマーダグランデ島なんかまさにその通りで、完全に隔離された絶海の孤島だからな。隔離されているとどうして均衡弱税になってしまうの？陸続きの場合、一つの生息地で数が減っても何かしらのタイミングで別の群れからやってきた個体が、新しい遺伝子を持ってくるから均衡弱税にはなりにくいんだ。だけど、隔離された場所ではそれができないからな。均衡弱税が起こってしまったら絶滅するしかないの？
決してそこまで行くことにはならないんだが、何かしらの原因でさらに数を減らした場合には影響は大きいだろうな。できるだけ起こらないようにするのが適切なんだぜ。ゴールデンランスヘッドはこの島にしかいないものね。ああ、この島の固有種なんだぜ。だから、新しい血は持ってくるあてがないんだ。それに人為的に別の生息地から同じ種類を連れてくるのは、生息地特有の遺伝子を失いかねないから良くないんだ。単に遺伝子を豊富にするのがいいってわけでもないのね。難しいわ。たとえ毒蛇でも世界のここにしかいない貴重な蛇だからな。定期的に個体数を調査することで種の保全に努める必要があるんだぜ。人間に危害を与える必要があるからといって世界から消えてもいい生物なんていないものね。ここでゴールデンランスヘッドとケイマーダグランデ島についての話は終わるが、次は毒についての話をしていくぜ。霊夢は毒というものが一体何なのか知っているか？急に言われてもわからないわ。化学物質とかかしら？それは化学物質そのものが毒性がある場合だな。強力なアルカリ性で皮膚をただれさせるとか、溶かすとかだな。それね、私のイメージはそれよ。生物の場合、毒の正体はタンパク質なんだ。タンパク質ってお肉とかの？そうだ。肉などと同じタンパク質からできていることが多いな。同じタンパク質でもそこまで違うものまであるのね。驚いたわ。例えばフグの持つテトロドトキシンもタンパク質だし、クラゲの持つ毒も様々なタンパク質によってできた複合型タンパク質だったりするんだぜ。毒ってタンパク質って言ってもどう体に作用するの？そうだな。蛇の毒を紹介しながら毒の作用の仕方についても紹介していくか。毒毒。蛇の毒は大きく分けて出血毒と神経毒の2つに分けられるぜ。蛇によって種類は分けられるのね。まずは出血毒についてだな。この毒は鎖蛇科の蛇が持つ毒だ。ゴールデンランスヘッドはこの鎖蛇科に属する蛇だから持っている毒は出血毒だな。出血毒ってどんな毒なの？出血毒は筋肉や赤血球などを分解して組織を溶かしていく毒だぜ。なんか私がイメージしてた溶かす毒がそれね。出血毒の正体はプロテアーゼなんだ。人間の胃にも含まれる消化酵素だな。プロテアーゼ、聞いたことはあるわね。人間の体にもあるものじゃない？その通りだ。プロテアーゼは人間の胃の中にもあるタンパク質を分解する酵素だ。つまりはタンパク質を分解するタンパク質だな。なんか矛盾してるわね。本来プロテアーゼは酸性で活性化する酵素で、酸性の胃液の中ではよく働くんだぜ。逆に食べたタンパク質は強い酸性で溶けていくがな。つまりはタンパク質でも様々な特性があるのね。そういうことだな。出血毒の話に戻るが、毒蛇の毒に含まれるプロテアーゼは本来、消化酵素だったものとされていて、それが独自の進化を遂げた結果、歯から出てくるようになった上に、その他の生物の組織を速攻で溶かす凶悪なものになったんだぜ。噛まれたらどうなるのかしら？まずは患部が紫色から黒に変色していくぜ。そして組織が大きく腫れ上がって腐ったような状態になってしまうんだ。聞いてるだけで恐ろしいわね。出血どころじゃないじゃない。最後には核組織を溶かしてしまうことで多臓器不全や呼吸不全を引き起こして死に至るんだ。でもそんな毒を注入した食べ物を体に入れて、毒蛇自身はその毒にやられたりしないの？獲物を仕留めるための毒だからな。胃に入ってしまえば自分の胃液で無害化できるのかもな。毒を食べても体には影響は出ないはずなんだぜ。自分の持っている毒には耐性があるってことね。それがそうでもないんだ。同じ種類の蛇でも他の個体に噛まれたりしたら普通に死んでしまうんだぜ。食べても大丈夫なのに噛まれたらアウトなの？そうだな。消化器官を経由するのと、直接血液や組織に打ち込まれるのでは大きな違いがある可能性が高いぞ。この出血毒を持つ蛇は日本にもいるのかしら？ハブとマムシが該当するな。ハブは沖縄を中心に、マムシはほぼ日本全国にいるメジャーな蛇だな。名前は聞いたことある蛇だけど、そんなに恐ろしい毒を持っていたのね。ああ、それもかなり強力で適切な治療をしなければほぼ確実に死ぬぜ。ちなみに私のひいおばあちゃんは田んぼでマムシに出会い、噛まれたが、生きていたな。ただ、噛まれた箇所はまだら模様のような跡があったがな。そこまで強い毒だったの、それよりひいおばあちゃんが最強すぎた。ちなみに96歳まで生きたぜ。ひいおばあちゃんの生命力、おかしいわ。ちなみにハブやマムシに噛まれたらどうすればいいの？まずは噛まれた部位より心臓側を強く縛って血液をできるだけ止めるんだ。そうすれば毒は全身に回らないわね。そうだな。ポイズンリムーバーという毒を絞り出す道具もあるんだが、できるだけ早く病院に行くことが必要なんだ。そこで血清というものを打ってもらうんだ。血清って一体何なの？毒に対してできた抗体だ。基本は家畜に致死量以下の毒を打ち込むことでできた毒に対しての抗体だな。人間よりも体が大きい分、家畜は毒に対してかなり頑丈だからな。そうやって毒への特効薬は作られていたのね。そうだぜ。
だけど、この血清を打たなければほぼ確実に死ぬから毒を絞り出すのも、縛るのも応急処置でしかないからな。救急車を呼ぶなどしてできるだけ早く病院へ行くんだ。失血毒が危険極まりない毒ということはわかったわ。じゃあ、もう一つの毒、神経毒はどんな毒なの？神経毒はその名の通り、神経に対して影響を及ぼす毒で、作用としては筋肉を麻痺させて、最後は呼吸困難や心不全などの症状が出て死に至る毒だぜ。漫画とかで毒を打たれて体が動かなくなったりするシーンがあったりするけど、それは神経毒なのかしら？おそらくはそうだな。神経毒は失血毒とは違って、溶かしたり、破壊するような毒ではないからな。というとどんな作用があるの？生物の細胞は常にナトリウムイオンとカリウムイオンを入れ替えることで活動を行っているんだ。細胞ってそうやって活動をしていたのね。勉強になるわ。だけど、神経毒はカリウムので入り口を塞いでしまう作用があるんだ。カリウムの出入りがなくなると良くなさそうね。細胞はカリウムとナトリウム、二つのイオンの濃度を調節する必要があるからな。これができなくなると細胞は活動ができなくなるぜ。そうすると体が麻痺して動かなくなるのね。細胞自体が動かない状態だからな。これも血清を打たないとほぼ確実に死ぬぜ。これも恐ろしい毒なのね。日本の蛇は持ってたりするの？基本はコブラ科の蛇が持つ毒で、その他の蛇が持つことは少ないんだ。だけど、日本国内でも琉球列島などで見られる海蛇の仲間などはコブラ科の蛇だからな。神経毒を持っているんだぜ。海蛇ってコブラの仲間だったのね。見た目があまりに似つかないから知らなかったわ。見た目で判断してはいけないんだぜ。コブラっぽくなくてもコブラの仲間という蛇は結構いるからな。どっちの毒もやばいことだけはわかったわ。しかも日本に身近にいるだなんて。いや、そう考えると蛇島って悪魔的な島ね。ここまで話してやっとケイマーダグランデ島のヤバさを痛感したか。うん。ロマンがありそうだから軽く行きたいなと考えていた私、安易すぎだわ。そこにロマンがあるのは確かなんだけれどな。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。